こんにちは。私学館大学陸上競技部の今井沙織です。よろしくお願いします。私がテーマとしてやってきているのがロンドン五輪のファイナリストとして夢の短距離決勝レースを走るための挑戦です。私の夢は幼い頃からテレビなどで見てきたオリンピックという最高の舞台に立ち、そこで決勝のレースを走ることです。その目標達成のためには世界陸上などの国際試合を含めた試合にたくさん出場して、そして経験をたくさん積むことで国際試合になれるということと、また合宿、全日本の合宿などに参加し、そこで他の選手などと情報交換をしながら自分の弱い面などを見つけ、さらに競技力を向上することが必要となってくると思います。で、私の大学では健康科学部という科に所属しているんですけど、そこで栄養の授業や心理面の授業などを受けているんですが、そこで必要な知識をしっかりと身につけて、私の全てをかけて夢の実現に向けてチャレンジします。2011年度の試合結果はこの通りです。4月から始まったんですけど、一昨年に右足の大腿四頭筋を肉離れしてしまって、それでずっとシーズンをやってきたんですけど、なかなか治らず、1、2、3月はずっとリハビリに励んできました。そこで少しみんなからはちょっと出遅れてしまったんですけど、で一番最初の試合は12秒5もかかってしまい、記録的にもなかなか、いい記録を出すことができませんでした。そこで私は、みんながスプリントの練習をしている時に、走り込みをしたりウェイトトレーニングなどをしてきました。この日本選手権とアジア選手権では3位に入賞をすることができて、世界選手権の切符を手に入れました。そこで、4×100m リレーに出場したんですけど、記録的に43秒83で、日本記録は43秒39なんですけど、記録的にも全然及ばず、全体の12位で予選落ちしてしまいました。しかし世界陸上に出場するという目標は達成できたので、それはいい経験になったかなと思います。2011年を振り返りますと、具体的課題はこちらの方になっているんですけど、そこでさっきも言ったように、右足の大腿を肉離れしてしまったので、そこでしっかりリハビリをしました。で、4月5月は出遅れてしまって、思ったような結果を出すことができなくて、川崎グランプリでは4×100m リレーで私は B チームで走らせていただいたんですけど、 A チームの人たちが日本記録を樹立して、そこですごい悔しいなという思いが生まれて、さらに学校に戻ってウェイトや走り込みをしっかり行いました。で、7月から9月にかけてもう試合がたくさん行われたんですが、アジア選手権では 200m で3位に出場しました。入賞しました。で、そこで世界選手権の切符を手に入れたのですが、それに向けて高地トレーニングを行って、心肺機能を高めるという目的でやってきました。
10月から12月は合宿があり、しっかりそこで走り込みを行って、1月から3月も合宿、全日本の合宿に選んでいただき、そこでいろいろな選手とお互い、話し合いながら、しっかりとリレーのメンバーの中でもお互いの意見をしっかり言い合えるような関係を築くことができました。2月の東京の科学センターで実験があったのですが、そこでストライドやピッチなどの測定を行ったんですが、そこで自分の苦手にしていることや得意な部分が分かったので、私はストライドがすごく伸びるタイプなので、ストライドでしっかりと自分の思ったような走りをしていくというのが分かりました。でここからは少し写真をお見せしたいと思います。これはアジア選手権の 200m の決勝です。ここにいるのが北海道のハイテク AC で日本記録を樹立している福島千里選手です。でこの最後なんですが、もう腕も振れずにもう腰が落ちてしまっているということで、最近では上半身のウエイトトレーニングをしっかりと行い、もうしっかり腕を振って前に進めるようなトレーニングをしています。これはリレーの決勝の写真です。これはコーチトレーニングの写真です。でここでも外国人選手との体格の差を知り、また自分でも練習に励もうと思いました。私の今後の目標は4月、5月、6月に、6月に最終選考が日本選手権で行われるんですが、それに向けてしっかりとコンスタントに記録を出していく、自己ベストを出していくということが目標で、そうすれば、オリンピックの標準記録をしっかりと切り、ロンドン五輪のリレーメンバーに入り、決勝レースを走ることです。最後になりましたが、この助成をいただいたおかげで世界陸上に出場するなど、すごく良い経験をさせていただきました。本当にありがとうございました。以上です。ありがとうございました。